セイガフレド・ザネッチ新宿三丁目店、セイガフレド・ザネッチのメッツオメッツオセガフレード、ザネッティエスプレッソは、イタリアボローニャに本社を持つ飲食店チェーン。世界各国に600以上の店舗を展開し、エスプレッソを中心的な商品とするが、種類の提供も行われているためカフェバールに分類される。ブラジルには、世界最大規模の自家農営を保有しており、 自社ロースターでコーヒー豆を焙煎、自社製造のエスプレッソマシンで抽出する。生豆の生産から抽出に至るまで徹底した管理の元商品を提供するこだわりを持つ。食べ物に関してはスターバックスなどとの差別化の一つとして特に力を入れており、メニューにはパニーニなどがある。オーダーを受けてから調理する食事を提供している点が特徴として挙げられる。日本では セガフレードザネッティジャパン株式会社が1998年12月に渋谷文化村通りに1号店を出店したのをはじめとし首都圏を中心に28店ほどを展開している以前は大阪のユニバーサルシティや震災橋にも店舗を持っていたが現在は近畿圏から撤退している赤と黒のツートーンカラーをメインにした洗練された 店内とエスプレッソを中心にしたオシャレなドリンク類などで注目されるバールであり、ほとんどの店舗で分煙化がなされているが、喫煙化の席数が多い傾向にある。店名がセガフレードザネッティエスプレッソと長いため、セガフレードもしくはセガなどと略されることが多い。なお、ゲームメーカーのセガや、その持ち株会社であるセガグループなど、先頭の文字と読まれる企業との関連はない。 セガフレードは、創業者のフランチェスコ・セイガフレードから、ゲームブランドのセガは、前身の企業名、サービス・ゲームス・ジャパンの略が由来である。特徴としては、などが挙げられる。また、ここではイタリアでも親しまれている、コレットという飲み方も味わえることができ、コーヒーに入れるリキュールが1ショット100円から、用意されている。イタリア本社は2016年シーズンから同国で、 盛んな自転車競技を支援する活動の一環として UCI のトップカテゴリーである UCI ワールドチームでアメリカ籍のトレックセガフレードにセカンドスポンサーとして出資している http コロンスラッシュスラッシュ www.segafredo.it スラッシュありがとうございます